何してんの？ほんまに。ティッシュペタペタって全部取れとって。全部取れてるからそれ。うんた。おつにじ。おつにじ。おつにじ。何これ？手クリームサワーの。おつにじってこと？あ違う。ね、今こうやってやったんやけど、ね、なんかこうやってたからおつにじってやってたからにーってことかと、あ、そういうこと、あ、違う、あ、違ったか、うん、待った、漢字にしてにじをに、漢字にしてもにじって、にじってこと、にじじゃない方、にが二つ、何、次これ、いくで、これこんばんは、星ありがとうございます。星っていうじゃあれやろ、久しぶりです。2が2個、お疲れありがとうございます。ギフトハートも前髪切りました。前髪マジわかんない、マジ伝わんねえ。ハートありがとうございます。可愛いギフトも、そんなん 言うねんな。こんばんは、え、言います。私もハートありがとうございます。あけおめギフトも、あけおめギフトもセンスも、ハートもたくさん、あけおめギフトありがとうございます。キラキラも、キラキラもありがとうございます。レノじゃないみたいな、ハートありがとうございます。あけおめギフトも、あ、そう、おつにじ、そういうこと、そういうことです。見てセンスとあけおめありがとうございます。かわいいギフトもあけおめも、終わった、一緒に遊びたいもん、うん、うん、成長、センスありがとうございます。ハートもあけおめギフトも、早すぎるかな、みんなこれ買ってセブン商品です。セブン商品です。美味しいです。です。けどこれ箸で食べるのおすすめ、確かに、なんどういうこと絶対聞いてないでしょ今の話いろいろ、うん、はいはい、顔見た、見たよ顔、お疲れ様です。センスありがとうございます。ココミーン、今日マジ化粧しようと思ってん、あの待ち時間に、え、持ってきとったの、持ってきとったけど、センスありがとうございます。朝にメールでたくさん、今日は絶対メイク しませんって言ったから、あ、せえへん、センスハートありがとうございます。今日ボサボサメイクも、ボサボサじゃないよ、うん、ボサボサだよ、かわいいよ、いやいやいや、かわいいよ、いつでも可愛いよ、君が一番いいよ、誰目線、俺目線星ありがとうございます。あけおめギフトも、このさ、レナがさ、シーソー唇の色素ないさ、レナがさ、うん、リップも塗らんってマジさ、珍しいで、リップ塗ればめんどくさい、こんにちは、センスありがとうございます。ココミンは可愛い、誰がおるの、レナミン、ココハとカキレナです。いません、私は、います。ハートありがとうございます。だ、ちょ、やば、え、レッスンする？何レッスン？え、レッスンってか普通に自主で。もうしない？今日は。今日するのまだ。え、どうしようかな。え、分からん。え、もういろ。え、今日しょうみさ、何もしてないの？何もしてなくはないけど。え、確かに。え、確かに、確かに、なんかさ、やってた気持ちでいたわ。そうよね。今日なんか、しょうみ1時間ぐらいしかしない。分からんけど、1時間以上か分からんけど、今日なんかずっといたから素敵だから、今日午前中どんぐらいやった練習、10時間ぐらい、あ、一緒に、うん、こんばんは、センス、ココア、ありがとうございます。入れ歯なんです私いつでもどこでも世界一可愛いです。だって当たり前じゃん、そんなの、え、そんなのコメントしてくるとかあれだから、当たり前、それが怖い怖いオタクみたい。結婚して、ココミン、ココハが嫉妬するわ、ココミンなんていうタイプ、ね、ギフトありがとうございます。じゃあレナは、レナ、センスありがとうございます。無理、分からん、結婚、ハートありがとうございます。センスもたくさん、とうとうギフトも結婚来たなみたいな、結婚ギフト来たなみたいな、ハートする、ハート、あー、いいね、いいね、ハート、と音符ありがとうございます。そ
そう、レナミンです。レナミン、ごはみんです何のゴージュですか、それ。おお、目が目が、え、なんか笑ってるように見える。それするのにさっさと始めへんあたりな昼2時間もしとったんやって。誰が？レナ配信。もうじゃあみんなレナのこといらん？そろそろいる。レナ過剰摂取しすぎ？まだまだ足りませんずっと一緒にいた私でも足りないので、皆さんはもっと足りないと思います。可愛いですね。なんか今日ずっと一緒にいんだけどレナと。うん、それな。ウケる。ずっと一緒におるな。ウケる。なんで嫌な顔するの？ウケる確かに。でもレナラってあんまり一緒におることないやんね。確かにこの二人いつも一緒のイメージ。うん、一緒におんな。うん、確かに。なんかここは別に違和感ないけど、うん、確かにここは。音符ハッありがとうございます。一人かな。可愛い人も、うん、もしも一緒にいたらありがとうございます。なんか名前の順とかでさ、タキレナ怖いって言ってる。怖くないよ、キラン怖いそれすら怖い。食べてる？よし、じゃあ切れます。みんなバイバイ。だるまありがとうございます。星も赤、黄色、紫、緑、青、全色かな。うん、あとでココミンの狼とプライドの衣装の写真注文しなきゃ。メイクしてます。ありがとうございます。待ってます、待ってます、待ってます、待ってます。バイバイなの。ちょっとティッシュ欲しい。可愛いギフトありがとうございます。ねえ、みゆちゃんと同い年です。通算夜やらないから。あきおみギフトも夜やらないから。夜これで終わりだから。そうだよ。あきおみギフトありがとうございます。そう、顔赤いんです暑いもんね。うん、 ASMR 中サクサク感ないやつね。ないね。嬉しい。今年からココミン始めようかと思ってます。いいやいいや、いいじゃん。ありがとうございます。1月は始め時ですよ。ねふよハートありがとうございます。だるまも赤、赤、黄色、紫、緑、青、ありがとうございます。音符もありがとうございます。みんな行っちゃうの。今日も激化はありがとうございます。泣いちゃった、うん、泣いちゃった。ありがとうございます。サインと手形応募ありがとうございます。歌うんじゃないよ。ハートもすべてを歌にする。ハートもあけおめギフトも。みんなココミンって言ってます。ミンミンココミン。ええ、ココミンってセミとか好き？あ、好きだったらさ、ミンミン。え、サメ？それイエーイ、当たり当たり。何が？当選当選って言っちゃった。当選当選って言っちゃった。こんばんは、ココミンガチタン推し配信ない時、え、嬉しい、ありがとうございます。メールでも言ってたけど、もうみんなココミンのところに行っていいから。すねすね、メレナちゃん誕生すねてないから。そうやって強がってるメレナちゃんも素敵だよおー、すごい、その指できない。ここは豚の手です。できひんの？え、不器用じゃん。やります。あ、できてる。親指なんなんこれ。右手ここはありがとうございます。なんで曲がるのこっち。どういうあれ。嬉しい。確かにキャッチフレーズ考えるときはちょっとここに考えて。クマありがとうございます。今考え出しました。今年もなんとかクマっぽいやつ。ありがとうございます。かわいいやつないなって言われた。ないなって言われたよ。14のまんま。え、お前変えな。変えな。変えな。変えなきゃいけないのに。サバヨミココミン。何それ何それ何それ。サバ呼んでます。ハートありがとうございます。見てレナの。ゴミ箱やめたん？え、やめてない。じゃ水飲む。え、じゃあゴミ箱ま奪うよ。いいよ。奪うよ。うん、奪う。うまう、うん、うまうまう、何うまうって、うん、え、長野だよ。うん、長野ってあるの？あるよ。あるの？うん、東京よ、東京。センスありがとうございます。ハートもたくさん。今年もこれ嬉しい。最推しで生きていきます。ありがとうございます。ミシェ、それどこの？
ハートありがとうございます。明けおめギフトも。上京するなんて。嬉しい赤ちゃんみたい、かわちありがとうございます。15歳です。こんにちは。ハートありがとうございます。こんばんは、おたくさん。明けましておめでとうございます。めっちゃ楽しみにしとんねんけど、毎回。マジ楽しかったよな。お餅ありがとうございます。鏡餅。鏡ねえ。人生終わった。ね。本当、ね。マジ悲しい。マジ悲しい。離婚の危機やな、あれなら。あ、嬉しい。そんな笑って。なんかどういうこと。ちげんさんいらっしゃいませ。ハロー。ハローな、ハロー、開運ゲストありがとうございます。ハローって言わへんの、逆に可愛いやつ、開運ゲスト。でもさ、大吉ちゃんありがとうございます。ハートもたくさん、そういう時用にハローって言う。明けおめゲストありがとうございます。結婚してギフトありがとうございます。明けおめ、明けおめ、てかこれっていつまでなの、1月いっぱい的な。もうすぐ終わりじゃない。星もたくさん、あ、そうなんや、ありがとうございます。はい、ほら、はい、はい、はい、それははいって来たからね。そういうこと。あれ、2月から1ヶ月お楽しみであなたをしてみようと思います。かきれなと奥野さんを引き換えで、だってみやんみやんみやん。しかもさ、2人で1人分だから。それな、確かに強い、強い、強い、え、スピンですから。音符ありがとうございます。緑の可愛いやつ、紫でした。マスク似合うね、嬉しくないよ。レインボースターありがとうございます。10個もキラキラ。青と緑とかなら分かる。え、間違えちゃうの、よく。手は大きいですか、ね、褒められてないよな。私の顔より、ここみなか、あ、私の手よりここみなかの方がちっちゃいです。ありがとうございます。それはスモールフェイスなのか、はい、ビッグハグなのか。そうですね、スモールフェイスです。何それ。これゆわにゃんがくれた。なんで、コミ誕生日なの。違いますよ、糖質気にしたんやん、一応。あ、マスクが可愛い。食べてみます。いや、いいです。飴ください。飴やろ、飴、うわーい、飴なの、うん、飴、え、ミルクキャンディーって言ってた。へー、ゆわにゃんのやつです。明けおめギフト10個もありがとうございます。明けおめギフトありがとうございます。ココアも。お店でさ、飲食店で、飲食店でもらえるじゃん、たまに。あ、もらえる。あれは食べちゃうんだよね。え、食べへん。マジ。うん。あれオンリーで食べちゃう。嬉しい。アンズさん推しなので12個目が気になってます。嬉しい。これはガン飛ばしとこ。かわいそう。ありがとうございます。嬉しい。まだ15です。前髪を切りました。星もありがとうございます。たくさん。めっちゃ嫌いそう。やろ。ずっと外したやろ。うん、ずっと外していいかなって言ったやろ、うん。マスクめっちゃ嫌いね。ココミンはパリピになりません。新幹線で化粧してマスク外すんやけど。ワイカー。星ありがとうございます。たくさん。青緑のサイリウムも。マスク。音符もありがとうございます。ココミンのコメント平和さん、ちょっと覗いてきます。ごめんなさい、今日。うん。平和でしょ、平和。明けおめありがとうございます。上ってなの。天井マジで平和。僕はここみちゃんだけよ。ミラムとかいいよ、それ褒めてんの。マスク取りな、すっぴん。ハートありがとうございます。すっぴん。え、そうなの、2年前にって長野県だけらしいけど知ってんの。この前ママに聞いてびっくりした。知らん、いいよな、自分も出てかよ、行かないでいい、ね、ハートありがとうございます。明けおめギフトも、いいねギフトもありがとうございます。寝てないね、なれな、今日、今日絶対昼寝しようと思う。鏡餅もありがとうございます。なんかゆわにゃんが、うん、え、見して見して、うん、間違えて買っちゃったっぽくてくれました。あ、そういうこと。そう、そういうこと。え、ありがたい、わかんない、絶対違うよ。星ありがとうございます。お前かわいい、嬉しい。チョコのイメージない、ないよ、ミルクじゃん。
どう見ても。にじにじありがとうございます、ギフト。ミルクチョコ的な？にじギフト。絶対違うよ。痛いです。やだ。あ、このシリーズなんや。センスもありがとうございます。だるまもセンスも赤のだるまもハートもたくさん。キラが言ってた何参りやっけ？かわいい、ありがとうございます。こんにちは。分からんけど。ココアもこんにちは。3時に寝て起きたの何時よ。間違えたらしい。あ、でもそんな遅くなかったかも。8時ぐらいかも。ココアありがとうございます。やった気がする。嬉しい。マスク外してよ。だってみんながマスク似合っとうって言うから。にじにじが一番かわいい。おしゃれ。今日みたいな時はどうしよう。ラジオ聞きます、聞いてください。聞いてください。私に嬉しい。ここみんなくすれたら連れて長野旅行したい。嬉しい。楽しみ。待ってますその日を。マジココミさん変わった。何が？ね、元気。てかなんか可愛いよね。嬉しい。素直で好き。可愛い。嬉しい。ちゃんとだって。可愛いね。嬉しい時に嬉しいって言ってもらえるほど嬉しいことないよね。可愛いな。可愛いですね。あの唇に血色がないので。ファンルームレナーズに切ってるらしい。ココハの即興レナーズ。やめていいよ。ファンネームな、全然考えてないねんな。やばい、20% やねんけど、終わった。充電ないやろ、でもいいで。いいよ。ギリギリまで使う。いい。いいよ。マジ、ナイス、ありがとう。方向あるから。なんて？方向あるから。方向？あっち待った、みんな待ってな。かわいいギフトありがとうございます。めっちゃかわいいギフト。こんにちは。ハートもありがとうございます、はい、星もおつにじ、おつにじ。レッスンはないですね、今日は。あったでしょ。まだレッスンありますかって。ああないですね。この後ね、自主練かな。どうしような。ハートありがとうございます。ココミ推し。ココミの耳はマジで食べたくなる。え、どういうこと。怖いよね、ココミの耳が好きすぎて。え、なんかこれ、この前ショールームで来た。そう、うん、マジで可愛いね。ちょ、もう見てもたら発狂してまうから。見んとこちょっと見せてみなさい。ほんまに可愛いね。この耳師匠人めっちゃ好きで。え、どういうこと。中学校の時も先輩におってんな。ちょ、見して耳。ちっちゃい耳で分かんな。耳的なの。フェチまでは。ハートありがとうございます。けど普通に。じゃあ私のフェチを当ててみてください、うん、あなたのフェチですか。はい、レナフェチ。まあ生活正解なんですね。正解なんや。まあちょっと違いますね。違いますか。ヒント教えてください。うーん、尿道ニキビ。王道です。匂いフェチ。あー違います。なんか正解は声でした。あー、どういうのが好きなんですか。それはもうレナ。Yes. マリンさん正解です。系統。いや、わかんない。系統があるんやっぱり。え、ないかも。ハートありがとうございます。レナはココミの耳みたいな系統の耳が。あまだいるの。関西の方って書かれてる。関西の方ってなんで名前知らないの。私の関西っぽくないやろ、さっきの標準語で言ったから。こいこいちゃんは元気ですよ。元気。まだいた。ケンさんや。いなかった。ココアと星、ココアありがとうございます。にじにじのギフトもありがとうございます。ココアの歌声が好き。え、わかる。なあ、なんかさ、めっちゃ可愛い歌声でびっくりする、うん、泣いてやろうか。どういうこと。嬉しいんだけど。センスありがとうございます。なんか黒紫の画面、なんか嬉しみ。センスも。レッスンの時12期で一番最初に来るの誰だって。知らん。2人じゃない。ああ、そうだ、最近そうだね。うん、でも、うちめっちゃ早いよ。3時間前とかやろうか、マジ笑った。ココハは癒し声、それな。うん、で、ユアニャは100-0、めっちゃ早いか。キレナの歌声はギリギリが28。わかる、マジわかる。はい、マスク22ビューティミス。
レナので我慢して。ココミン逃げた、逃げて、逃げて。え、誰から？レナや。可愛いゲストありがとうございます。10個もハートもたくさん。ガン飛ばされたものです。もう一回。ここに来てくれたけど。ハートもありがとうございます。センスも、ハートも星も、あけおみゲストも、そんなに可愛くて疲れませんか？いや、優先イヤホン持って疲れます。あ、字うまい？ハートとセンスありがとうございます。ハートもたくさん。可愛いゲストも。そして私の字を見たことある。にじにじありがとうございます。ギフトセンスも配信で見たハートもたくさんありがとうございます。こんにちは、にじにじ推し。え、タワーありがとうございます。そうそうそう、誰もありがとうございます。黄色のハートもたくさん。キレってた、キレってた。可愛いギフトもありがとうございます。これは自分で書いてないよ。え、関西弁映る。18は書いてる。映ります。本当にマネージャーさんです。ハートありがとうございます。たくさん。カンカン言ってな、それな。明けおみギフトもありがとうございます。あの、うまかった。アパターの M うまかったし、タワーの M うまかったし。ココミンしかほぼ知らない。嬉しい。うまいよ、ココハ。嬉しいです。ハートもありがとうございます。たくさん。全然自分たちで書く。泣いてやろうか、やばいね。それな、泣いてやろうか、マジで。なんかさ、ココハってさ、壊れる時があるんだよね。そう。そうそうそう。もう今なんか常に壊れてるよね。壊れた、うん、今日すごいね。安定しない、うん、するわけがないって感じだけど。そうだね、普通に。そうだな。あやばい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 。誰もありがとうございます。青の、ね、星も。ここはマジ前。いや、あれ、なんかアンズさんに会いました。2024年になってから結構すぐあったかもしれない。手振ってくれます。ココハは何でも嬉しいです。嬉しいことに、なんじゃないよの前にテンション上げときや。嬉しいことに手を振ってくれます。自分仕上がってますね、はい、星ありがとうございます。仕上がって青緑のだるまも。マスクでかいな。マスクはでかくないですね。顔がでかいんじゃない。マスク好きなの。顔がでかい。見知らぬ天井からマスク。見たことない。明けおめギフトありがとうございます。いや、わかんねえわ。いや、まあ、上手かったよな。レナも下手じゃないよな。レナのよ。仕上がった。いい。なんか暗くて。いや、今日もうち、今日はうちが遅刻したかな。イワニャンとの待ち合わせで。今日めっちゃ早かったよ。うん。マジ、びっくりした。失礼しました。寒いんですよね。朝早く行くと。ちょっと大変なんです。明けおめありがとうございます。ハートも、ココアも。ちょっと大変。センスもたくさん。ハートありがとうございます。ギフトめっちゃ。ココア呼ばれたかと思う、毎回。え、なになに、ココアありがとうございます。あ、それな、それな、それな。さっきからの配信の時にも思った、ね、ココアと思ってそう思った。自意識過剰でした。え、待った、それレナも使っとんねんけど。みーちゃんもだよ。ウェイ、3人目。え、もう使ってないけど。マスカレナ使わんねんねん。けど前使っとったやつ、それやった。使わないの。うん、マツパしてから使ってない。あの、取るのめんどくさくて、マスカラ。そういうこと。めんどくさない、取るの、うん、めんどくさない。ガチ取れなすぎて。そう、リムーバー買わなあかんやん。なんかさ、いつまでたっても目の下が黒いの。なあ、わかる。取れへんよな。え、怖いんだけど。何してんの。なんかさ、ちょ、下めっちゃおもろい。下なんかさ、笑うとかでもなくさ、たださ、それな。それは思った。レナレナ、それな。ハートありがとうございます。センスも、にじにじありがとうございます。今何時。あ、まだ6時か。なんか早く起きると一日長い。長いな、それは。ほんまに長い。センスとにじにじありがとうございます。今日何時起き。今日目ちっちゃい。なんかハートありがとうございます。花束も、センスもありがとうございます。なんで、わかんない、こんにちは、初見さん。グッドグッドギフトも。え、でもここもフロルもあれだよ。フォロワー増えて1ヶ月で10人とか、うん、12人。10人10人10人の発音おかしくない。なんか10人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 さっき言うと、あ、ごめん。2312やってあかんやん。惜しいですね。オイルの風味に行ってきます。行きました。ここにおるけど、明日も配信しますか。明日はちょっとわからんな。ね、わからないね。
私はちょっと精神状態によりけり。そうだね。精神状態によりけりですね。わかんない。ココアはするけど。でもえ、そう、電車の…こんばんは、ハートを3つのやつありがとうございます。ハートもたくさん、ココアも明日は夜ジャンズさんのユニフォーム買ったんですよ。いいな、うん、え、高いよね、あれびっくりした、うん、そうセットでなんかすごくて単品あったら買いたかったココア単品ユニフォームそれな、レナ推しのもどきが多いんよ。バラッドハートありがとうございます。多いよ。嬉しい。アンズさん、あ、サイン会と手形申し込みました。ありがとうございます。オンライン会明日、ありがとうございます。そうなの、わからん。ハートもありがとうございます。多分そうやって。え、なに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 、何が応募オンラインの、あ、そうなんだ。みんなしましたか。え、ここみんな一緒じゃない。日程2月3日だよね。一緒、3日あるの。みんな一緒だ。え、やった。あ、そうだ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 、すごすごい、奇跡起きてんね、結構3人で。奇跡ではないけど、そんなに。いや、奇跡だよ奇跡やんな、うん、結構な奇跡やな。明日で締め切りあって、やば、あっという間。みんな、あ、第1弾やって。ココア、ありがとうございます。申し込みしたしてくれた人、してくれた人を手挙げて。え、そういえば、あの、うちこの前鍵落としたんだよ。それ、うん、マリンさんが届けてくれたらしいよ。優しいよね。そう、ココアに伝えなきゃって思って。噛み締めてる、噛み締めてる。私も目の前で私もにしよう。天井からの水。笑った普通に。うん、それな、なんかシーンってなってるわ。うちのです。振り向いて、うちのです。あれ面白いね、うん、ねえ、ねえ、みんな得点、レナ絶対得点回避。おつにじ、どうしよう、悲しい、泣いてます。今日の前髪はゼロです。泣いてます。ゼロ点です。レナが泣いていい、みんな。レナが悲しみにくれていいの、いいの。マスクは子供サイズです。これは多分、え、子供サイズかな。子供サイズ、え、それどこの。モアフィットです。小さめみたいな。うん、あるモアフィットの小さめです。書かないよ。ああ、嬉しい、サイン申し込みました。そうな、嬉しい、ありがとうございます。たくさんで、得点書いて人数分かるらしいで、だからきついらしい。外れたらガチ困る。ピエンピエン、ちょっと分かんないで。はいはいはい。さっきさ、かけれながいない時とかめちゃくちゃ笑ってたよね。ね、なんて面白い話がすごい出てきてさ、ね、ココアとかけれながいない時、そう、二人で。なあ、ずるい。ごめん、な、何話したんや。何にも嫌いして、何話してたっけ、思い出せないな。ね、それな、でさっきのあのユニットの話が一番面白かった。え、何あれが一番面白かった。今日でほんまにやめて、マジで。なあ、あれ今年一番ぐらい笑ったかもしれん。え、何の話、今年は。え、全然覚えてない。え、やばい、やばいんだけど。忘れた、やばい。え、ユニットでさ、話したじゃん制服の目の話で。え、忘れた。え、やばいわ、うちの発言だよ。え、わかんない。こんな笑ったの。それな。完売とかあるの、特典会に。完売とかあるんやって。センスありがとうございます。ゼロ点ですよ、今日の前髪は。小判ありがとうございます。そんなん言わんとってよ。レナなんか毎日ゼロ点やで、じゃあ。え、どこが？綺麗だよ。遅刻ごめん、大丈夫だよ。ほら、いつもな、こうやってみんな褒めてくれるから、斜めの、斜めやのに斜めじゃないって自分で。年賀状送ったよ、ありがとうございます。いいな、年賀状って送れるん？なんかみんな送ったよって言ってくれます。え、なんかさ、メールの返信でも来た。なんかね、可愛い、キスありがとうございます。え、大人サイズのマスクはもうマスクの意味がなくなっちゃうぐらいゆるい。それ誰でもじゃない、なんか
だよね、あれさ、みんなちっちゃいね、多分。じゃあみんな大きいよね。うん、でかい。こんにちは。それは気象水じゃないね。一応チェック入った。若い女の子の笑い声はいいねだって。ありがとうございます、ありがとうございます。それはなんか暗くね。あ、そう、髪の毛長くなってきてるんですよ。暗いそうからやん。あ、そうだ、ね、だから暗いからだ、漏れないのは、うん、絶対そうよ。閉める。え、いい、もう何が、いや、これ外から見えんの。こうやって開けといて。見えない、これ見えないんだよ。あ、開けても開けたら見えるで。あ、そうだ、そうやで。間違えました。もういいってうざい。マジで家族写真で年賀状作って送った方が良かった。星ありがとうございます。センスも送って。初見です、こんにちは、初見さん。ハートもありがとうございます。2年前の時マスク在庫なくてさ、星もマジ焦った時あった。うち同期の中だと何キャラ。なんだろう、かわいい、かわいい、てか優しい、優しい、あ、嬉しい、いい性格が良すぎる。嘘、性格悪いの、わーの1ミリもない。それな、え、嬉しいらしい、みんな送ってよ、送ってよ。そう、マジココミの性格は最高、うん、いいよね、なんかいい性格してるって感じ、うん、ほんまになんか最高、嬉しい。最高です。なんかマザーテレサ系じゃなくて、うん、なんかいい意味のあっさり感もあり、うん、最高だよね、優しいし。え、ちょっとこれさ、ここさ、ここから分かる。なん、痛い、マザー、あれで、うん、言ってたな、そこ。やばいよね。ちょっと意味の分かんない。制服いい子がいいから血管コミファンになろう。制服いい。そうなんです。私は割と正確なので、はい、15歳です、はい、え、誰ですか、 NMB のメンバーに見える。ハートありがとうございます。マザーテレサ系って何、なんか聖母みたいな。そうそうそう、ハートありがとうございます。みんなのお母さんです。ね、みんな褒めてくれます。じゃあ私は何ですか。私はおバカ。え、嘘でしょ。知ってた、おバカキャラです、さすが。え、おバカキャラではなくない。性格悪い女です。私、あ、違う、私が、あざです、あざ。え、なん、やばい、なんで 10% なの。充電できてないんやけど。ね、逆なんじゃない。え、待って、可愛いココミはもらんでも大丈夫、ね、違うけどさ、嬉しい、最初できたやん。え、それ最初できるよ。ハートありがとうございます。足首大丈夫かな。頑張ります、直すように。できた、これから。え、嬉しい、今1月のココミの写真申し込んでありがとうございます。みんな申し込みました、写真1月。みんなほんまや。星ありがとうございます。ハートも、星もハートも。ここみんなに色きた？言ってないまだ。青。一緒。黄色。え、めっちゃ黄色って感じするんだけど。ほんまに？マジでそれな。え、ここはピンクなんだけど。ヤナちゃんにプレゼント。黄色だったよね。確かに似たね。大変そうだから、手前の部屋いいのかな。大変じゃないよ。こんな大きいやつでも背中に抱えて持って帰ります。はい、大丈夫です。まあでも引っ越したらやっぱり楽になるよね、そういうのも含め。それは思う、確かに。カニカニ、確かに。どうした、うん、バーになる、バーに暗かったらね。音符、センスありがとうございます。え、今日の運勢やばい、嬉しい、ありがとうございます。え、違う、ねえ、なくなってた。だってこれぐらいやん。うん、スタリオナが捨てたの。なかったよね、もう。うん、なかった。やばいわ、やば、消耗品だから。ぬすっと、ぬすっと。あきおめ、夕食、夕食何やろ。うん、おかえり、ただいま。何やろうな。オオカミの写真は青色です。寒いし、お鍋とかいいんじゃない。確かにね。センスあり、え、昨日お鍋食べた。オバハもね。レナは鍋の予定やったけど食べてない。大丈夫って何。センスありがとうございます。大きいプレゼントとかまずあるの。なんかレナのイメージのプレゼントはクマ。レナのイメージは手紙、まず可愛いギフトありがとうございます。手紙と手紙とか何やろな。星ありがとうございます。そんなもんちゃん。
食べ物はお茶目なんだね、本当に食べ物って分かへん。ハートありがとうございます。分かんない、え、可愛くないよ、うん、今日とかは本当に可愛い、嬉しい、妻欲しいな、確かに一緒に寝たいよな、ね、分かる、うん、センスありがとうございます。ナンバー系だ、伊藤ラブ、やだ怖い、この人怖いわ。マスク大量に送ってるよ、マスクいらん、おつにじ、いいね、鍋いいね、鍋いいね、いいね、へえ、決まっとんや。でもそんなん分からんくない、レシート一緒に入れろ的な。こんばんは、明けおめありがとうございます、星もたくさん、いい、ね、こんにちは、バラも、星も買う？マジ？出たそれ。え、もうココハといえばそれ。貸してくれる。それな。一回だけじゃん。この一回借りた。一回借りました。調べるんだ。うん、嬉しい、まっすぐの目が好き。そうなんや。嬉しい。まあでもこの。星ありがとうございます。プレゼントって言ってもなんかあれやねんけど、手紙とかでいいよな。こんなボソボソなのは明日までですよ。行ってくのね。いや、ちょっと怖い。え、どういうこと？エレナ怖い？エレナ怖くないよ。え、怖いらしい、もう。大丈夫だね。え、かきれな怖いよね、みんな。かきれな怖くない？ちょっと。さっきかきれな怖いってみんな言ってたよ。言ったからよ、だってなんか言ってたじゃん。怖い。なんか言った、なんかなんて言ったんだっけ？あー、手間が。そうなんや。ってことはほんまにちゃんとあれなんや。今日もマジで可愛い、嬉しい。で、適当。うん、うちも終わった方がいい。いや、ここもしようかな。あ、いいよ、し、うん、コアに合わせる。いや、こっちに行かないとダメなんで、ね、あ、そっか。いや、うち20時で切れるよ。何時も。まあ、それまではしないよね、さすがに、うん、まだ、あ、そうしない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 。なんかいる？いらない、いらない、手でやろうか。ね、マスクあった方がいいよ、絶対。マスクあった方がいいです。ここスタート。兵庫のヤンキー怖い、違うんだけど。なんかキモいわけ。かきれな怖いよね、ちょっと怖い、うん、かきれな怖いですか。グー。あ、待って、どういうこと。怖くないよっていう長野県産の、え、いいな、ピザ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 、大人って感じ。ハイボール、めっちゃいいですね。すごいんだけど、ちょ、寝ていい？いいよ。2人やってる。みんなさ、あの、私寝るので2人の話するように。チーク塗るとさ、ほっぺがさ、荒れてるように見える。いいね。いいよ、いいよ。うん、ハートありがとうございます。兵庫の美少女です。お疲れ様です。これは、曇ってるのかな？回収した。やばい、でも今寝たら絶対起きらへんわ。チューしてるやん。じゃーん。誰も来ない。いないじゃん。来てるやん。ちょっと待って。なんかさ、配信のトリップちょっと見えちゃう。わかる。こんばんは。ちょっとマジわかる。やばい、最近ゲリラでやりすぎてる。え、なんてなんてなんて。ゲリラ配信しすぎてる。そうなんでなのか、前兄ちゃんねんけど。ちょうど今。いいな。確かにさ、コバンありがとうございます。セナの配信とか見てる人はさ、なんでココハだけやらないんだろうと思ったの。誠実であれ。確かに。なんでやらなかったの。明けおめギフトありがとうございます。初見です、こんばんは。だから、なんか眠いから、なんか迷って終わるか。こんばんは。ちょっとこっちとこっちに出演しつつ、はーい、明けおめありがとうございます。なんか寝ようかなって思ってます。今年も好きで前髪切りました。寝れるからさ、迷ってる、そっち来るから大丈夫、優しい。前髪切りすぎたかもしれない。ちょっと10時以降が多い。なんかさ、リップ塗ってないからさ、うん、リップ塗る？イメージらしい。ん？誰？レオ。行かないよ。結婚して、おかたりおかたりでお隣でーす。イエーイ。聞きました。聞きました。え？おかしいんよ。あれ？あれ？お部屋の管理人。コミ押し。
あなたずっとそこにいるじゃん、だったかきれな。いないから。いないよ、ちゃんとね。いないし。ちゃんと動いてる動いてる。仕事全うして。そうだから。それでも持ってきたんだし。そういうのは実は私だけ。そうですよ。え、ね、待って。そうなんですけど、私絶対いないし。どうしたの？コート落ちてた。ねね、やばい、それは握りしめてんの。やばい。机の上置いてき。着替えます。これは。ことありです。いただきました。うん。熊本にいたんだ。前髪は自分で切ってます。私もです。すげえ、そこにコメント。ココミ、本当に今まで会ったことない最高のお品、嬉しい。ありがとうございます。たくさん褒めてくれて。レナのファンの方。どれ？誰だ？なんで言ってんの？泣く、泣きます。ここで泣いてんねん。下で。今日さ、なんでいいんだ？でも今日さ、なんかさ、うん、マジで一回帰ろうか悩んだぐらい待ち時間があって、ね、だからなんか一緒にいてくれて嬉しい。やろう、ありがとう。いいよ。前髪切り方教えて。確保。全然落ち着いてない。今日メイク薄いんですよ、本当に。違うやん、行っていいけど。仕事だ。前髪切りすぎてないよ、バブイ。12期です。ありがとうございます。何がここにいるの？違います。隣にね、確かに。このメイクの寒いね。そう、ずっとね、声だけ出演してた。ハートありがとうございます。え、誰？かわいそう。こんばんは、初見さん。ねえ、ね、なんでいるんですか皆さん。初めて来ました。皆さん、なんでいるんですか。おかしいよね。おかしいです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 よね。音符ありがとうございます。こんばんは。おかしいですよね。寒いよね、この部屋結構。寒い、ちょっと温度上げてくるわ。でもさ、差が激しいよね。ずっと同じ温度でつけてるけどさ。名古屋の美容院です。足折れよ。今日は先輩もいました。初めてよ。みんな、なんですぐさ、すぐ何の話したとか忘れちゃうんだよね。浮気だ、浮気。まだまだ彼女ここにいます。偉いね、偉いよ。お答えそのままにして。お断りでーす。そうです。ここ退席、退席するん。どうして退席タイム。まだまだ風流行ってんの。みんな戻ってこい、戻ってこい。隣から遊びに来ましたよって。呼び戻して。いや、隣、隣、え、隣がうちかもしんないじゃん。あ、そっか、確かに。やだ、どっちの隣だ。お断りです。お断りです。めっちゃ見てんやん、どんなこと。どっちから来たんだろう。石崎の癒された。ココミの全末待ってます。でも戻ってきてくれたから、いいとしましょう。嬉しい、大人びてて嬉しいです。いいとしましょう。すごい、やばい。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よっす。お願いします。行きました。お願いします。今年も仲良くしましょう。仲良くしましょう。皆さん今年も仲良くしましょう。マスキーね、なんでそんなこと言うの？そんなこと言っていいんだね。この前すごい良かった。ありがとうございます。瞳綺麗、嬉しい。本当に。気分気ですかとか言われてるんだが。あ、マスクだから。え、嬉しいですよ。マスク普通にうるさすぎてかな。目指してください、ぜひ。本当ありがとうございます。明けおめも、暗いから。絶対そうね。明けおめギフトもありがとうございます。センスもありがとうございます。絶対そう。こちらこそよろしくお願いします。3万くらい。そうなんや。センスも星もありがとうございます。分散してね、右と左に。もうなんかなんなん最後の絵文字。下向いとけど。10分ぐらい下向いてますが、終わらせちゃったかも。かわいくない、かわいくないよとか言って。みんなすごいよな。あんずさんがかわいすぎましたね。絶対3個も窓見たら、配信見れへんわ。みんなすごいな。え、髪の毛ボサボサ。なんか誰が何言っとんのか分かるのか。いや、それ言ってって言ってないじゃん。言ってって言ってないでしょ。みゆさんに見える。え、嬉しい。あ、しょうがないから帰って。かわいい。遅いよ、遅いよ、遅いよ。下からアングルになったからかな。
帰るだけ。え、分からんで、ね、しないする。私は楽しみです。どうしよう、一曲通す。あ、一回全部、うん、いいよ。セトリ通すか。ここもやろうか。やる。かわいい、ありがとうございます。ギフト、お年玉もらいました。そうだ、たくさん、ね、やばい、心痛い。おしゃれ、ありがとうございます。ねえ、泣いちゃう。痛くないでしょ。なんで何があったの。え、ここ普通に。やばい、マジでココハの家に泊まりに行きたい。一緒に。そしてずっと笑わせてあげておきたい、ココハのことを。ね、優しすぎる。びっくりじゃないの。うん、で笑わせてほしいって言われるのかと思ってさ、笑わせてほしいって思いながらさ、聞いてたらさ、笑わせてあげたい。歌のハミング癒されます。よかった、よかった。そう、それのココミに冷静に突っ込まれました。にこつに心が痛いよ。本当に今日とかね。え？うん。タコありがとうございます。急に言われて、もう言う。タコありがとうございます。思った、思った。ここでさ、たまにさ、爆音ボイスになる時があって。やちんけんみたいな。母は割と何でも笑います。うん、マジ何言っても笑う。ここみも、ここみも笑うよ、すぐに。いや、それはかけれなが面白いからだって。あー、優しい。おめえ言葉。コミもずっと笑ってくれるし、コハもずっと笑っと。結婚して、あごためです。今日も泣きそうになりながらレッスンした。今日は大丈夫。今日はっていうか、いつも乗ってないけど、別に。あけおめゲストありがとうございます。ハートもありがとうございます。コハが好きすぎて泣きそう。センスも、可愛いギフトも。嬉しい、嬉しいの。レッスン中は髪の毛めっちゃ縛ってます。何かな。センスも、こんばんは初見さん。ハートありがとうございます。音符も来る。送らんといて、ちゃんと飲んで。たくさん。やっぱ多分この、ここの部屋の照明がオレンジ。ハートありがとうございます。オレンジ、ここオレンジ、ここオレンジ、茶色に見える。音符ありがとうございます。ガラスの I love you 可愛すぎてありがとうございます。ファンの人が一番レナのこと褒めてくれるはずなんやけど、メンバーの方が褒めてくれるっていう。私が褒めます。もう一つ何にしよう。星ありがとうございます。今日あのレッスンしてると前髪がレナがバラバラになっちゃいます。どうやったらメンタル回復しますか。え、なんだろう、考えない。ハートありがとうございます。音符もたくさん。考えず自分ガラスの I love you。 え、そう、自己肯定感を上げてもらう。ねえ、なんか茶色、オレンジの髪が。あきめ10、ありがとうございます。似合うかな。なんかでも染めたいって思ったことがなくて、人生で一回も髪を。似合う、絶対。めっちゃ反抗期ない。ないよ。なさそう、ここみ。本当にない、本当にない。反抗期あった、普通に。え、他もあった。お母さんに反抗してた。全くない。うざいとか言っとった。うん。どうだったっけ。ママにうざいとか言ったことないかも。え、マジで。うん、かきねな TO なんです。そう、かきねな TO、 TO 昨日。ハートありがとうございます。そう、染めレッスン後なんですけど、ちょっとまた練習しようかなとか考えてます。いつか名古屋に遊びに行く、待ってます。待ってます。次、なんで、ここに反抗期。レナは、レナ自己肯定感上げてあげるよ、いつでも。ハートありがとうございます。ね、雨の動物園やりたかった。ね、ここはもう、ね、あの衣装可愛すぎる。はい、何がいい。パンダ。さ、お猿、お猿、お猿かわいいよね。 SK から、確かに今いろいろ大変な、余裕そうな柿ですけど、余裕そうに見えるんこれ。なだいぶ苦しんでますけど、私これ私でもね、わかる、コリさんの髪あれな、お豆腐買いで。レインボーさん、ありがとうございます。ハートもいつでもお任せで。もうなんかね、似合いすぎて。ね、嬉しいです。ありがとうございます。全体のココミン可愛い。そう、さつきちゃん笑ってくれますね。似合わなそう。素晴らしい。隣の関西弁。インナーとか、何？また関西呼び？隣の関西弁ずっと。聞こえてたな。ね。怒ってますね。怒ってます。
みんなから眠いんだよね。タコちゃんありがとうございます。あ、余裕じゃなさそうな。伝わってる？ほんまに伝えてないつもりなんやけど。え、仲いい。ママとすごい仲いい。え、誰？ママ。あ、え、一緒にお風呂入るし、一緒に寝るベッドで。いいね。レナも仲いいわ。これはマネージャーさんが書いてくれた字です。レナがほんまに追い詰められた時にもらいました。だからそんな追い詰められへんかも。が泣く。追い詰められたら泣くくない？うん。うん。泣いてお母さんに助けてもらう。え、それな。お母さんに。誰にも言わない。え、そうやね。ここはマジでそうやね。俺分かるから。じゃない、そんな言ったらそんな人のことだけ。え、お風呂。お風呂。ね、そう、お風呂やばいよね。お風呂泣く、お風呂泣く。やだ。お風呂めっちゃ泣いてる。そうやね、お風呂マジ分かる。泣いてもさ、流されるから。あ、マジ眠い時も分かる。え、そうやね。なんか、そう、自分で買ってる。水か涙か分からんから。うんうん、泣いてないって思わせる、うん、自分。それな、わかる。トイレ行きたくなってきた。トイレ行ってきていい。いいよ。ほんまに。うん。いらないの。明るい髪。お風呂泣くファンワードらしい。マジ？まあ、さっきココミンの再会をしてありがとうございます。上から。ありがとうございます。お風呂と夜一人の時じゃない？うん。なあ。あのホテルの時とかめっちゃ泣いてた。ココミンを守りたい。誰目線？レナも守って。あきおめありがとうございます。そう、私たちは案外泣きません。センスもレインボースターもありがとうございます。よし、ちょっと行きます。はい、行きます。レナちゃんがトイレに行きました。二人で、はい、映っといてください。うわ、なんか全然違うね。え、なんで、え、なにこれ、何したんだけど。思った、なんか違ったね。あれ違うかな。え、なんかこれ似てない。なんか違う。え、本当に？何これ。え、ちょっとご飯の作っていいよ。え、違う。やっぱカメラによって映り方が違うみたいです。あ、お花摘み。そうだよ、お花摘みって言わなきゃ。そうだね。隣の完成弁、長野でも一緒に寝てたよ。そう、お風呂一人で入ると泣くから良くないですね。ママと入んなきゃ。星ありがとうございます。え、なんでこんな漏れないのこれ。なんで、何が違うんだろう。なんかフィルターかけてんのかな。あ、かもね。かけてないよね。もうかけてない。髪の毛やばい。いや、ここやばくね。マジやばくね。あったら気づかんかった。それずっと思ってた。多分これ新幹線でめっちゃ寝たから。こんなんだったか。え、ちゃんとさ、アイロンさ、当てて。おつにじ初見さん、こんばんは。なんで？え、漏れないん？ペットボトル、かわいい。そんなことある？一緒にしてよ、じゃあ。わかんない。だってこんなにやってない。レンボスター、ありがとうございます。一緒のようにしてよ、レナも。フィルターかけてない。え、そうなん？マジ？結婚して。3。赤たい。え、漏れないんこれ。漏れないらしい。マジか。確かに自分で持って正面で映るからっていうのもあるけど、こう横からさ、なんか、あ、まあね、斜めの顔みたいな。こう大きいよね。あきおめ、起きれないから。聞こえてたっぽい、聞こえてたっぽい。先生ありがとうございます。いや、漏れてないよ。ココハーがいます。ココハーが。いける。漏れてはないけど。こんばんは。こんばんは。今日は、ね、レッスンしてから、うん、かきれなとサータンと、うん、何時間ぐらい？ 2時間ぐらいいて、うん、で、ここに、なんでさ、こんなにさ、肌がさ、汚く、なんか、うん、なんかさ、肌が汚く見えるんだと思う。で、今です。そうです。私が、そうだよ、隣ね、みんなさ、なんかレナが必要ないみたいな言い方してくれるんですけど、今日お風呂で泣こう。え、そうですよ、こういうのでは泣きません、私は。え、つか、え、スキー入って泣いて、泣いてないか。泣く？大丈夫だから。心配されてる。ほっぺかわいい。可愛いギフトありがとうございます。可愛いギフト、こんばんは。前髪固めてます。ね。うん？
ゴミが、ゴミがね。帰ってないんですよ、広島。今年？今年じゃないね。今回のお正月、うん、帰ってないです。なんかね、帰りたかったんですけど。みんな仲がいい。泣きがメールで送らんでしょ、絶対。そうそう、タイミング的に。帰れなくて。ちょっと忙しかったからな。うん。今年めっちゃそう。始まり早かったし。ゆっくりできんかったよね。うん。年末って感じがしなかったです。うん。みんなの前で絶対泣かんと思う。それな、泣きそうにないわ。やろう、うん、泣かんもん、まず、レナ、うん、私のところで泣きないや、絶対ココアでも泣かんわ。え、マジ、うん、ピエン、心開かれてなかった。いや、そういう感じじゃない、別に。あ、そういう感じだよ。そういう感じじゃないよ。コバン、ありがとうございます。前髪ね、今日、丸い感じ。前髪ね。丸い感じなんですよ。ポキンってなった、焦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 った。何嬉しいです。みんなに言ってないですよね。嬉しいって何が、んおみそか良かったですって。いろいろ頑張ってますよ、みんな。冷たい人間なんですよ、私は。だから泣きます。左昇格は今日は巻いてないんですけど、なんか朝いかにだったんですけど。みんな泣かせてみて、私を。そしたらちょっと待って、泣かせてみて。突然止まるから。本当に泣かせてみる。嬉しい、可愛いなら。よかった。ハートありがとうございます。顔忘れたね、早いって。早すぎだろ。顔忘れるの早いな。表地やったことないです、私。ある。ココミワシ、うん、名前だけ聞いたことある。表地っていう。結婚して危ないです。お姉ちゃんと会ったのは初音が以来。はーい。ハートありがとうございます。映画見てなったもん。え、でもちょっとホラーだよね。こんばんは。静かに泣く、声出して泣く。え、静か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 。静かやね。そう、なんか。こんばんは。ハートありがとうございます。ハート。泊まった休みがある時に帰ろうかなと。新発見。サンドラ見て。最近見てないな。なんかね。ハートありがとうございます。悲しい系見てない。ね。感動系。隣に柿も取れない。小気味、小気味やばい。伊藤ココミちゃん、ね、X のミンミンココミンとか伊藤ココミとか見てます、ハッシュタグは。最後覚えてない。泣いたの覚えてないわ。悲しい。めっちゃ前でもないし最近でもないと思う。明けおめギフトありがとうございます。嬉しい、ね、でもなんか悲しくなったらマジみんなのこと思い出す。私も入ってる、そのあ、そう、最近夢で泣いたんよ。でも夢の内容覚えてなくて。え、なんか起きて泣いてたみたいな。なんか気分縄じゃん。ヒルカットル、ヒルカットンちゃん、こうしてあのターンです。それでめっちゃ聞いてほしくて、うん、なんかさ、夢であの泣いてるとか初めてで、うん、なんかめっちゃ悲しい夢見てるなみたいな思ってたんよ、うんうんうん、で、あーなんか夢起きそうやなと思ってめっちゃ悲しい、うん、あれ泣いてるってなって起きて涙ボロボロ出てて、うん、ドラマティック。え、なんでこんなに泣いてるのって思って。でもめっちゃ悲しかったね、胸が痛くて、うん、なんでこんな悲しいのみたいな。けど覚えてないんよ。だから、起きた後は全然泣けなくて、うん、あれなんで泣いとったんやろみたいな。夢にココアちゃん出てきました、ね、びっくりした。怖くない？怖い。登場。なんかと繋がりそう、そのうち。え、やめてよ。あ、なんて言うんだっけ、それ。怖いね。星ありがとうございます。怖い怖い怖い。あ、お疲れ様です、お仕事。え、わかる、チョッパーわかるわ。チョッパーのとこ泣いた、レナも泣いた。あれは泣く。ハートありがとうございます。発見するたびがチタン押しまします。怖いよな。ありがとうございます。普通にリビングで寝とって。かわいいユートもありがとうございます。こんばんは。青の受けた。青のだるまもなんか泣いてるしみたいな。ないかもしれないけど。なんでこんな涙出てる。明けおめギフトもありがとうございます。涙が出てた感じ。気づけばなんか起きたら泣いてた。曲の MV とかにできそう。え、何が起きたら。それ MV じゃなくて作詞してるやん。作詞しちゃいました。これが立てとこ。明けおめ、でも10期どう。夢でのお使い最近見てないわ。あれはなんか2時点嬉しい。2時点微笑む感じ。かわいいね。おつにじフォローありがとうございます。見てたんですけど、ちゃちゃちゃーん。なんかさ、え、ちょっと技術が早く。
ステージ首しても私は泣きません。眠いな。めっちゃ眠い時のさ、あくび何回も出たらマジ枕びっちゃびちゃになるぐらい涙出る。え？え、分からん。分かんない。そんな、そんな泣かない。めっちゃ泣くんやけど、あくびで。おはにんじん。じゃあ、おつにんじん。なんもない、なんもない、なんもない。にんじんの。やばい、めっちゃ待って。今、いいですね。嫌われ、僕は人のことを眠い？眠い。うちも今寝れる。これね、絶対入って公園デビューしたら初日絶対来てほしいよね。普通に何の公園でもしても多分めっちゃすごいいい公園デビューだと思うから、みんな目指してね。手品みたいに服着る、それはそう。え、なに手品みたいに服着るんだね。だってここみんなこんなグマ好き、スキーやりたいな。え、マジで。え、レナって、レナ結構楽しみないけど。何が。え、なんか制服の上みんな多分なんか泣いちゃうかもって、感動しそうみたいな。感動の涙腺緩むかは分からんけど、なんか涙腺緩みそうらしい。なんで分からん。あ、曲とかじゃない、プールとかさ、手紙とかなんかな。それかレナたちがこんなに成長してって感じなんじゃない。お、かわいい。あけおめギフトありがとうございます。当ててよ。鏡餅もありがとうございます。お餅ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。嬉しいねそれ。ここはありがとうございます。みんな泣いてるのみたいな。泣いちゃおう。あっとよしき救出ありました。でも多分泣かないけど今スキー帰りだよ。よかった、楽しそう。いいな、スキーやりたい。泣けるの。泣けるの。泣けるの。おつにじこんばんは、しけんさん。なんでね、あ、せやすしいね。ちゃんと投げ、全然投げません。え、なんで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 さらにスキーになる。うまいね。うまいですね。レナたちが、レナたちが緊張するようなやつかな。レナしないと。絵みたいだね、可愛くてナイス。めっちゃ泣いてる可能性もあるな。ありがとうございます。え、全然雪降んないんだけど今年。どういうこと。待って、普通に悲しいんだけど。よし、頑張れ。じゃあ楽しい。おいもと、おぶとこってすごいね。人参大好きです。調子してますかね。鼻水長すぎないね、号泣ってこと。それはどう。こんばんは。言ってるとも眠くない。ありがとうございます。ん眠くない。うん、やばい、眠い。あ、眠い。全然大丈夫。限界突破じゃない。え、なんかさ、一昨日か、うん、寝すぎて、なんか立てなかった。え、わかる、めっちゃわかる。視界がふらってなるよな。ここなかった、ここの視界がなくなった。目つぶってるんやろ。違う違う、ここ、ここ、右下みたいな。やばい、綺麗。なくなりました、視界が。なんかここ、ココアの椅子の下になんか落ちてんだけど、あれ何？ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、忘れないうちに救出カバーです。え、マジ可愛いからこれ。あの充電コードまとめるやつ。え、可愛い。だからそんな形なんや。マフラー使いました。形が指みたいな。見せて。神社に行くときに使いました。可愛いね。コメントが可愛い。ありがとうございます。可愛いやつ。見て、かわいい。かわいくね、普通に。かわさちゃんかわいい。
え、これ体になってんの？そう、可愛くね、尻尾と足。なんかさ、うん、塩ラーメンみたいな感じしない？えぇ、ー、これじゃない？え、これ誰かの匂いじゃなくて寝不足気味ですね。かきやなマフラーはなんかピンクっぽい白みたいな。センスありがとうございます。ピンク白みたいな。ハートもありがとうございます。薄ピンク、薄ピンクです。こんばんは。よし、嬉しい、使ってますよちゃんと、ありがとうございます。今何分？6半6半ですね。6半です。こんばんは。6半ですね。36分だって。全然半じゃないじゃん。え、6分も過ぎたら半だ。ペットボトルタン、ペットボトルファンなんだ。いや確かに寝るなら帰った方がいいよ、うん、それは言えてる、ね、こんばんは。じゃあ行政違った。新幹線で寝るって良くない？良くないよ。肩とかめっちゃ痛いし。違ったぜ違ったぜ違うぜ。グッドギットありがとうございます。自主練する？じゃあ一回通そう。セドリオッケーで、うん、あやばいやばいやばい、ごめんね明日のさんじゃないよ、今日です。今日なんです。で結婚してありがとうございます。グッドギットも。じゃあどうする？いいよ通そう。通す、うん、何時から通す？7時から通そう。え、ココハ大丈夫？うん、ここ7時45、うん、7時、7時までやります。お二人に分かれてください。私は隣のお嬢様は早く帰った方がいいんじゃない？長くいるから、ねね、だから長くいないから。ずっといないし、用事を毎回済ませてここにやってきているので。そう、ずっといるのは私なんですよ、はい、そうなんですよ。あの、そうだね、この部屋は住人ですから、はい、住人ですね。見届けてるから全ですね、はい、グッドありがとうございます、ハートも小判もグッドグッドギフトもたくさん。ちょっと皆さんないですね、私帰りますね、はい、ごめんなさいね。ということで、でもあるえ、いや2人に分かれてって言った、うん、7時まで やるでしょ。7時から練習するから45分前。こんばんは、こんばんは。45だらしい、ここはば。私アーシェ完璧なメイクじゃないです、うん、こんばんは。かきれなこと、かきれな怖いよね、初対面はね。え、なんて、え、モバ充使う？え、いいよ。え、いいよ。2階にあるの、充電器あるの？あるけど、あの、めんどくさいから行ってないだけ、はい、いいいいいいよいいよ、いいよいいよ、もう終わるから。いや、マジいいよ。いいよいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ね、使っていい、持ってきた意味なくなっちゃう。2階から取ってくるわ、じゃあ。え、いいよ。いや、それはもうなんか、いい、違う、借りればありがたく、うん、ありがとう、うん、でもみんな優しいんだよね。そうなの、マジみんな優しいよね、うん、みんな優しい、本当にみんな優しいんだよ。え、マジでさ、そうなんだ。これさ、レナがさ、優しくなかったらさ、喧嘩になりそうと思ったことある？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あの時さ、ちょっと2人だけにしか分かんないかもしれないけど、あの時になんかあの、あの時が分からんのよ。なんかレナが喋ろうとしてたのに、ここからそれを遮って、あの、言った時あるじゃん、分かんないか。そう、オープニングアクト、そう、あそう、なんかね、レナが、え、懐かしい。なんかね、そう、喋り出そうとしてたんですけど、レナがでもなんか、ここはもうなんか違う、お互い違う、多分焦りを感じてて、で、レナが喋り出そうとしてたけど、ココは別の焦りを感じてたから、なんか遮って、うん、なんかもう今はいいからとか言って、うん、どっか行っちゃったんですよ、うん、で、まあ、でもその時怖かった、みんな。え、じゃあね、うん、でもなんか悪いなとは思いつつも、そのお互いの多分焦りがあったから、で、まあ、うん、もうなんか気まずくなるかなと思ってたら、うんうん、全然数秒後とかに話しかけてきてくれたので、もうレナが優しくて救われた瞬間でしたけど。大丈夫、全然気にしてない、それは。喧嘩くらいあるやろって言われたりしてないです。喧嘩とかじゃないよね、なんか普通に、うんうん、そう、お互いっていうか、なんか言いたいことがみんな、うん、みんなね、みんなね、みんなマジであの時はね、でもここはも意味わからなかったよね。なんかみんなおかしくなってた。違う、なんか違う、なんかレナもなんかあのココハに全部押し付けようとしてたから、うん、そう、強くないなと思って。
えなんか多分レナが言いたかったのは、うん、なんかココハになんか相談みたいな、うん、あえ相談しようとしてたの、そうそうそう、なのに遮ったの、ごめんマジごめんマジでごめん、最悪じゃんココハ、いや気にしてない、ごめん忘れて、ごめんマジ最悪じゃないココハねえ、最悪じゃない、いやなんかちょっとしたね相談を、うん、違う、でもなんか何どうしたらいいと思うみたいな感じじゃなくて、うん、あね、した方がいいんじゃないみたいな、なんか自分で解決できるところを、うん、あココハを挟もうとしたから、うん、こうやろうぜみたいな、あそう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 、そうだから別にそれは全然いいんですよ、はい、懐かしいな、あの時すごかったね、うん、それな、みんな人に優しく自分に厳しいんですよね、そうそうそう、うん、レナ逆やけど、いやいやいや、え人に厳しいの、えどこが、人にも甘く自分にも甘い、自分に甘い、センスハートありがとうございます、たくさん、レナの優しさに救われて、眠たいココミン、マジを犯す、めっちゃ優しい、ということで、はい、いけっ、星ありがとうございます、ほら、いけ、唇向いてます、お尻じゃない、おしるこだ、お汁え、ない、あけおみキュットありがとうございます、お汁粉ある、おいしそう、お汁粉でしょこれは、でかくない、高級の可愛いレッサー、ありがとうございます、紙コップよ紙コップ、なんか配給みたいな、あなたはにじちゃんです、何言ってんの、あーそう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 、今ワルミになったのかと思った、それにしても可愛いのありがとうございます、ハイキューって言うの、嬉しい、あきらめありがとうございます、すいませんけど、やじは本当に本当なんか自由はあんまなさそうやったけど、よかった、いいんだ、なんかさ、ここさ、うん、あの日からさ、ずっと、うん、なんかずっと謝ろうと思ったんや、そうやん、レナなんかもうごめん、思いっきり忘れとったわ、星ありがとうございます、謝ろうと思ったんだけど、うん、なんかこっちゃんもそういう感じじゃなかった、全然忘れとった、そうよね、ええハイキューの発音気になるなってた、ハイキュー背景って言ってみ、背景あれ一緒だ、レナいいこと言ってるじゃん、背景背景、センスありがとうございます、明けおめギフトも、背景向いちゃうんですよね、違う創作、うん、そうそう創作な、背景配膳の背にさ、そうそうそう、給食の給、はいはいはい、って言うよ、背景って言うの、言うよ、配膳やん、え、言わないよ、配膳だよ、配膳やって、配給って言わんよな、いいよね、配給って、いいよね、え、そう、かけれの性格良すぎで広めていきましょう、いやいや、やめてください、本当に性格いいと思う、だってココミもいいよ、マジで、え、え、うん、ココミめっちゃいいで、え、てか、純気見ない気がする、それな、ココミがさ、なんかさ、ちょっとまあまあまあ、ちょっと注意しちゃうときとか、でもみんな優しいの、うん、なんか、普通に喋りかけてくれる、優しい、それで喋りかけんくなったらやばいやん、うざとか思われてもおかしくないいや、おかしくないよ、別にそんな思わない、何こいつが言ってくんだよとか思ったらいい、思うんだろう、別にいいじゃん、思われてもいいと思って、こっちゃんもね、そうやって思う、ここですね、ここここまとめ上手うざない、あきおめギフトありがとうございます、ハートもかけるな、怖いで、同期にずっとこってる、え星もありがとうございます、ちゃんとして、さっきの違うから言ってます。ココミン本当可愛い、ありがとうございます。いつも怒ってます。怒ったら表情。治りかけが一番向いちゃう。怒らなそう、なんか普通に。怒んないよ。明けおめ。静かになるタイプそう。分からん。分かんない。怒らないから分かんない。にじちゃんも可愛いよね。どういう怒るかからによるかも。確かに。めちゃくちゃ唇向くやん。不気味な恐怖。唇向いてたの。そう。だから今喋ってなかったの、ずっと。乾燥するよな。12期仲良さそうで吠えましだったよ、笑えるよな、仲いいです、本当にしかも配信中それな、それな唇向いてるそれなヘニャヘニャしとってよく言われる、性格いいから怒ってしまった自分に怒りそうだって、それはないかな、怒るには理由があるからあきおめありがとうございます、もうやだ多分めっちゃ褒めてくれたんやろうけど、うん、あ、45分になっちゃった、うん、そろそろ終わっちゃおう、トイレ行きたくなっちゃった、切れてトイレって言っちゃってんじゃんそれね、ココハはなんかトイレ行かんとか言ってたんだ、お花畑に行きたくなっちゃった行ける
レッスンに呼んでほしい、同期のレッスンに呼んでほしいらしい。めっちゃしんどいよ、うん、みんな真剣すぎてね。真剣、本当に真剣、びっくりする。鏡越しでたまにびっくりする。ねえ、わかる。ねえ、ねえ、もう真剣な顔したら、うん、してる。僕はマジで顔に出ちゃうから、わかる。みんなマジで真剣ですね、うん、はい、真剣です。フォロワー増えてない、マジ。呼び方似てるがこっちゃんにはいかない。ありがとうございます、嬉しい。はい、宣伝お願いします。家に着いてよかった、無事に帰れて。鏡越しのレナはめっちゃ真剣やんな、うん、先生話しそうときとかほんま真剣。嬉しい、ココミン様、嬉しい。お腹減って全く聞いてないときとか嬉しい。衝撃の実ビーム。なんかレッスン終わって、なんかさっき交番ありがとうございます、なんかちょっとさっき注意されたなみたいな、呼び名が一番可愛いっけと思って、もうほんまに明けおめありがとうございます。もう頭回ってなくて、うん、未完全 TV 見たらか分かる。本当にそう、でも怖いよね、ちょっと真剣すぎて。何言われたか、あきおめありがとうございます、たくさんギフト。ダメやねんけど、本当に覚えてなくて。お腹すきときはしょうがない、ね、お腹すきすぎて、なんかお腹すいたって考えてんじゃなくて、普通になんか聞いてるつもりなのに。どすこい、そうなんですよね。カイドより顔に入れた方がいいって。そうなんですよ。青の誰もありがとうございます。態度に合ってない。早口。確かに。それは出てないね。ココミンでも、ニジニジでも、ココミちゃんでも、何でも嬉しいです。グラミフスのレナみたい。え、見たよ、ココハの写真。ママのレッスンでさ、なんかココハ笑ってたみたいな。あきおめありがとうございます。言ったよね、ココハそのあたりさ、間違えてるの気づかなかった。言った間違えてると思ってなくて、普通に。エレナは間違っとうからココハと話すのに、なんかめっちゃ、あいつめっちゃ間違えすぎやろみたいな感じで笑われとんかなって思ってた。普通に目があったから、なんか可愛いなと思って笑ってたら、間違えてたから笑ったのみたいな。いや、笑っちゃいました。ということで、ガムスキやったら、ガムスキに。音符じゃなくて。撮って。でも半目そう。センスありがとうございます。ずっと半目そう、レナ。写真撮られるとき。だってずっと半目やもん。やば、でも着替え取った方がいいんかな。何に着替えるの、十二期生いい子ばっかです。いい本当に。集まって。じゃあ、ま、星ありがとうございます。合体。合体です。ずっと本命やねんな。なんかわからへんけど。二人で天と虹だよ。本当だね。だから関係ないよ。すごい。空と虹で。みかん前と聞くたびココミンの好きなみかん、冷凍みかん食べた、朝食べたんですけど、受け流さないけど、え、そう、ココミンコールをしてくれてて、結構アンダー20のやつで嬉しかったです。そろそろ終わらなきゃいけない。よし、はい、するか、します、頑張ろう。黄色、あ、待って、壇上の特徴を読みます、最後に。頑張ろう、皮ごと冷凍します。よし、頑張ります。では壇上を読みます。え、怖くないよ。13位は怖くない、びっくりした。メガネをつけたカニの女の子の方。マンダービーナスの時からここはずっとメガネを教えてくれた。12位はえ、レナマジさ、くるくるメガネの方、真面目そうな。二度笑いされてた。11位は出会って数か数日間に冬のもうなんかちょっともう一回もう一回みたいな、先輩だよね、こうだよみたいな感じでさ、やられとったよ。そう、だいぶ成長したの、いつの間にやら。この前なんかさ、教えてくれたけど、曖昧でわからないな、先輩のやつなのか。冬の女の子のやつ、ありがとうございます。10位は猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。9位はルカさんのクマの方、ありがとうございます。ピンクの。8位はテンションが高い猫の方。7位はサイリウムを持った男の子の方、6位はアニメのキャラクターの白衣、白衣、嬉しい、あのちゃんが多いかった。起きた方。5位はありがとうございます、石塚さんのアバターの方。4位は31位はどこかな、お、なんか分かりにくいぞ、難しいな、紫猫、ハロウィンみたいな猫の方。あ、3位は歌舞伎の方、ありがとうございます。2位は2位は上に緑の29度、緑のうさぎの方、ありがとうございます。
1位はあんずさんの登りを持った方ありがとうございます。たくさん。なんで ？1 位の方ありがとうございます。ね、コメントくれた方もギフトくれた方もたくさん来てくれた方もありがなす。ありがますって言った。うん、ありがなす。ありがなす。ありがなす。何それ。冬の先輩です。明けおめ、ね、ありがとうございます。頑張るね。だよね、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 よかった。ありがなす。結構なんか人の気持ちをなんか捉えやすくて、だからコハとかもなんか。ファイトありがとうございます。頑張ります。配信ありがとうございました皆さん。それ悩み結構。で一緒に落ち込んだりしてまうから、そういうの。ちょっと人の気持ちが上がっちゃうんですよ。っていうね。ことやろ。っていう感じでいいことやろ。私だよ。マジやばい。頑張ります。レッスンバイバーイ。選ばれますようにバイバーイ。何それ。じゃあねー、バーイ。頑張ります。まだ終わってないです。まだ終わってないです。まだ終わってないです。またねバイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさん。一緒。あ、よっとほーら、よっとほー。ありがとう。